はい、今日は、スキーね、CJ のスキーの順位になるにあたっての心構えということで語っていこうかなというふうに思います。今日は広島に来ております。このチャンネルはノーカットできますね。カミカミだったり間延びしたりするかもしれませんがご了承ください。編集しませんので。このチャンネルは高須ダイナースキースノーボード専門チャンネルでございます。まだね一級も買ってないんですよ。だれにもかかわらず白い目指してるんで、語っていこうかなと。僕その基礎スキーにいろんな疑問を持ってたりとかバッチテストとかね基礎スキーだとかいろいろ疑問を持ってたりとかこういう風だったらいいのになとか思ったりもしてってそういうことをねたまに動画にしたりとかもしてるんですけど、なんていうかな指導員になったらねインストラクターになったらもちろん当然なんですけど CJ のね教えの通りに従いますよ。うん、教えますよ。違う滑りを教えたりとかしないですよ。なんだっけな基礎板じゃない板とか乗ったりしてるんだけどショートスキーとかねフリースタイルとかレースの板とかモーグルの板も今度買うんですけどやっぱ指導するときは基礎板に乗りますよ。基礎板持ってるんでロッカーのね板なんですけどそれに乗って、で巡視受けるときっていうかその巡視の受けるために練習するときも基礎板でね練習しますよ。サイドカーブをねうまく、利用したカービングっていうんですか、その滑りをね練習しますよ。それはねなんていうかな組織ですからね一応で全日本なんだっけスキー連盟ですか、それがもう定めた、歴史のあるなんていうかね体系一応体系できてるじゃないですか基礎スキーっていう滑りがね、なのでなんかそのむちゃくちゃ矛盾点とかあるわけじゃないしあれをちゃんとしっかり守って滑っていればゲレンデで上手に滑る安全に上手に滑るようになるはずなんでまあねだからシステムの理解とか、横滑りの理解ねをもっと深めて、練習していこうかなと思います。でもちろん重心になったらね、初心者を教えることになる、僕が教えることにやる そういうのをやるかどうかは分からないですけど教える能力もね、あれここから当たっていいんかどこから当たるんだこれまあいいよ。なんかまとまりないですけど、その指導員になってからもね、そういう、バッチテストとか基礎スキーに、の疑問点とかね、こうしたらいいのになっていうことは語っていきますよ。語っていくけど、なんていうかな、スクールやるときは、完全に基礎スキーの方針に、乗っ取って、進めていきますよ。だから他の滑りとかはもうその教室の中では言わないですね、聞かれても教えないくらいかな教室の最中はね、スクールが終わってから聞かれれば、言ってもいいんですけど、そういう感じです。はい。
はみ出し物と思われたら、いけないんで、一応語っていこうかなと、語っておこうかなというふうに思いました。はい、じゃあ帰りは車、トラックで、高速で帰ります。広島ラーメン、岡山ラーメン、岡山の次どこだ、神戸か、神戸ラーメン、京都ラーメン、大阪ラーメンで、愛知か、こんな全部食えるかなっていうね。ていうかね、もうその駅前とかね、本当の警察官が多いね。なんかテロ対策で、もうあんな風にさ、別にさ、今まで あそこにもおるじゃん、ほら歩いてなかったじゃん、テロ対策だよね。で、その新幹線のさ、ホームでさ、聞いたんだわ、すいません、ちょっとこれ広島まで行きますかって聞こうとしたら、あ、ごめんなさいって言って、なんかそういう質問に答えてる間になんかテロが起きるというかもんで、まあ、警備っていう意味でね、多分あの人に道聞いても どうなんですかね、どうなんだろうな。おまわりさんはね、そういう風になっちゃいましたね、多分。どうかな。拳銃持ってますね。外人さん多いな。はい、ということで、以上、指導員になるにあたっての心構えでした。はい、ちょっとさ、駅探すのかな、バスの次はタクシーだ。はい、ちょっとインコ。